はい、お疲れ様でした。11月14日の日原湖ガイドが終了しました。昨日と比べて今日は、昨日が本当にずっと雨降っちゃって寒くて、ボトムでしか食わないっていう、ボトムでしか食わないからコーヒー中の進化でアイスジングとかメタル系がなかなかバイトが出ないっていう感じだったんですけど、今日は晴れて暖かくなって、ちょっと浮いた、浮かせる釣りですよね。でも、よく釣れてくれて、このアイスジングとか、その辺のバイト数も復活してくれました。で、その一方で別にね、この脳進化、コーヒー中脳進化の方も、バイトが減るわけでもなく、こちらも普通にバイトが出てくれて、それぞれで、いいサイズ拾えたかなっていう感じです。はい。本当そんな感じなんですけど、なかなかあれですね、もう例年であればもうかなり深いところ15メートルより深いところに魚入ってきてもうおかしくないんですけど、まだ水温10度、朝だけちょっと9度台って感じですけど、日中は10度台になって、例年のこの時期と比べると、ちょっと暖かいのかなって感じですよね。で、やっぱりそのバイトが多いレンジっていうのも、ここ2週間くらいそんなに変わってない。普通にね、浅い6メーター、8メーターとかその辺でも多分まだまだ全然魚はいるし、越冬系の魚も全然10から12メーター、13くらい前かな。15とかでも釣れるんですけどね。15とかでも釣れるんですけど、まだそんなに多くなくて、結構その10メーター台前半とか、その辺にまだまだ魚が多い状況が、しばらーく続いているっていう印象ですね。ただ今日に関してはなんていうかな、越冬らしい場所っていうか、あんまり水が動かないところの方が今日は圧倒的に魚いましたね。あんまりちょっとね、フラット系とか、その越冬の中のフラット系とか、そっちは魚は少ないのか食わないのか分かんないですけど、っていう印象でした。はい。そんな、11月14日の日原湖ガイドでした。